阪神がプロ野球の長い歴史でなぜ2回しか日本一になれなかったのか。なんで？カーネルサンダースのせい。単純に優勝回数が少ない。セリーグだから。大体の球団が黄金期なるものを迎えて日本一に輝く中で、どうして阪神だけがそういった持続した期間がなかったのか。ずっと強い上昇軍団だった時期が極端に短くないか。阪神、フロントのせい？巨人のせいやわ。でもとりあえず連覇は濃厚じゃね。どこが対抗できんのよ来年。最後のリーグ連覇が1937年38年でくさ。読売支配が長かったからな。金本とか矢野とか中途半端に優勝もできない監督で A クラスならようやっとるという雰囲気を出してたから。金本は A クラス1回やから全然良くない。最下位から引き継いで全部 A クラスの矢野はすごい。ドラフトもほぼ矢野の時のやつらやしな。ヤクルトは波はありまくりだけど強い時代はマジで強いからな。広島は3連覇でしっかり強さ見せつけたし、明確に見下せるのは横浜だけになったな。パリーグならもっとリーグ優勝できたやろけど、巨人相手にせんといかんから結局日本1回数は変わってなさそう。1950-2023、日清74年目でやっと2回、わざと勝たないようにしてたとしか思えない。12分の1だぞ。優勝するな試合が出てたとかなんかあったよな。1回目、36年目、2回目、38年振り、37年に1回しか日本一になれないって絶対おかしいだろ。楽天だって10年くらいで日本一になったぞ。大魔神といい横浜は戦力揃ったシーズンにしっかり完全優勝2回してるのが偉いわ。12球団しかいないんだから確率的に言っても12年に1回は優勝してないとおかしい。1回優勝するとバカ騒ぎしてもうええかって雰囲気出るしな。18年優勝しとらんのに若者は何きっかけでファンになったんやろな。割とマジで矢野先生のおかげやと思う。矢野先生の矢野ガッツでいい意味でにわかファン増えたわ。ここから3連覇を固い2位狙いしてたからやろ。球団の強さってもうちょい均衡してるもんや思ってたわ。1986のランディバースはさらにエグすぎる三冠王だったのに勝てんかったな。というか日本一2回のチーム結構あるぞ。優勝争いをしてちょっとだけ届かないぐらいが客も入るし、選手の年俸も上がらんからな。優勝したら年俸上げなあかんから2位が一番儲かるって誰か言ってたような。岡田って有能なんやな。フロントが危うく黄金期迎えそうになったらバース首にしたりして優勝回避に全力注ぐから。金本アライマートンブラゼル、オスンファン、ゴメス、メッセ、スアレス、日本一になれず、ノイジーミエセス、日本一。こんな結果見せられたら球団も生え抜き癖路線になるわな。日本一はともかくリーグ連覇もかなり前なんやな。フロントからしたらなんで優勝しちゃうのとか思ってそうだな。昔から人気球団だったのになぜ暗黒時代がやろか。勝っても負けても人入るからなかなか力入らんやろ。その割に人気が昔から偉いあるのが不思議や。85年1位、86年3位、87年6位、88年6位、89年5位。日本一になってたった2年で暗黒化してて草生える。そして伝説の暗黒90年代へ。横浜 DE ベイスターズと同じく2回しか日本一になってないということは、横浜の問題点を考えれば阪神にも当てはまるのでは。横浜はそもそも親会社変わったやん。阪急主導になってチーム丸ごと変わった感ある。日本一になった岡田でさ、シーズン中にずっと岡田辞めさせて矢野に戻すとか騒いでるのツイッターに腐るほどいるんだから、このチームはまともな精神してたらファンに潰されて精神おかしくなる。水口とか馬場とか戸様のコーチを招聘しだしたのは一つの要因かもしれんな。NPB の通算勝率が4位の阪神が2回しか日本一なれなくて10位のヤクルトが9回なってるのはマジでミステリーや。優勝争いしないと注目されないチームと、優勝争いしなくても常に客に満たされてるチームの違いとも言える。ヤクルトはマジで謎。歴史的にも弱い期間の方が長いのになぜか突然リーグ優勝して日本一になる確率もある。結局星野やろ、あそこで変わった。日本一は確かにその後もなかなかなれんかったけど、あそこで体質変わったのは間違いない。38年ぶりってすげえよな。わら、今まで何やってたんだよ。惜しいのは最近も何度かあったよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。